中尾直勝昭和13年に1月8日は、日本の剣道家、政治家。流派は、自家主流、神道無念流。称号は大日本武徳会剣道藩士。大分郡大分町会議員。称区は、文後国府内。尾牛松平家府内藩士、中尾直政の長男として生まれ、学問は、藩校遊園館で学ぶ。武術は六歳から、剣術、創術。 休日、馬術を学び、特に剣術では、船井藩剣道市内役寺家支流の木戸孫国郎、門下の逸材と謳われ、18歳で目録、後免許を改伝。また芝江雲八郎から、新党無念流の免許改伝を授かる。旧藩時代は、船井藩市近次集約を務め、明治維新後は、大分県庁管理。1877年。 西南戦争の時管理らを引き連れて、大分県武田に出兵。同年10月岩手県庁第一課総務に出向して、函館街道北上川整備事業に従事。県道では、大分刑務所、大分警察署、大分県立大分中学校の教授職宅金属表彰。特に1902年、第二本部特会大分支部の創立に尽力し、 その後は大日本武徳会で、日本古来の武道の振興と教育のために生涯を捧げた。大分県下の門弟数千人に上る。大日本武徳会教師仲裁高齢の89歳で、行く。藩士称号の林さル大日本武徳会剣道藩士の中尾直勝沖縄の葬儀は、武徳会関係、学校、警察、所管庁各方面により盛大に執行された。墓所は、 大分県大分市、全馬寺。でら。なお、政治家としては、大分県大分郡大分町、町会議員12年在職、放浪銀杯表彰、同区長8年在職。実業では、明治30年幕間業及び防止製造業、率先功績により銀杯表彰される。米時を祝った、祭の写真節子夫人は、漆島生のうさ神宮官人代、時には、 万所県兼,兼業職に任じられたこともある奥氏の出であり、また、奥並次はお辞に当たる。ありがとうございます。